人形ドリンク。今日はじっくりお説教します。荷物を置いてすぐに降りてらっしゃい。逃げちゃダメよ。みんなで寄ってたかって僕のこと。でもさ、君の方にも反省すべき点が。ドラえもん、君まで裏切るのか。いや、そんなことじゃなく、僕が言うのは嫌いだ。そう言わずに。人間不信。ちょっと聞いてよ。聞きたくない。顔も見たくない。山奥か無人島で一人で暮らしたい。そうまで言うなら、いや、でもこれは。何それ。これ、無人島ドリンク。飲んだ後は絶対他人と顔を合わせることがない。それはありがたいな。ちょっと待った。一人ぼっちになって後悔しない？するわけないだろう。とうとう飲んだか。飲んだと思う。誰とも顔を合わせないのならママも僕を叱れないはずだ。呼んでも来ないならこっちから行くわよ。うわぁ、近づいてくる。今日という今日は。あら、スーパーのチラシ。もうお肉が5割引き。売り切れないうちに今行くわ。お肉。あのドリンクの効き目は本物だ。もうママのお説教を聞かなくていいぞ。ん？何読んだ。さっきの続きだ。あっちへ来い。逃げても無駄だぞ。明日も明後日も追いかけるぞ。しつこいな。言ってやろうじゃん。どうせ顔を合わせられないんだ。のび太来るかな。来るとも。来たらぶっ飛ばす。来なくてもぶっ飛ばす。カラー。おい、あ、またお前たちか。今日こそ許さんぞ。誰もいない。誰も僕の平和を乱すことはできない。静かに昼寝できるって最高だな。そうだ、せっかくならもっと楽しいことをしよう。さすがにここに人がいないとは思えないけど、すごい、誰もいないなんて。普段ならすごく混んでるけど、今日は僕一人だけ思いっきり滑れるぞ。いった。そういえば全然滑れないんだった。でも誰も見ていないから恥ずかしくないもんね。ひゃっほー。あー、滑った。せっかく貸し切りでウェイクしていたのに遅れてしまった。皆さん急いでください。誰にも気を使う必要がないっていい気分。あっちの通りで大食いのロケやってるって。え、どこどこ。トネちゃんも来てるって。それじゃないの。本当に誰もいないや。も
しこっちから会いに行ったらどうなるのかな。例えばしずかちゃんに会いに行ってみよう。留守か、やっぱりね。いいよ、どうせ出来すぎの方がいいんだろう。あ、今日は4デーの発売日だった。あれ、本屋のおじさんがいない。今日は立ち読みし放題だ。つまんないや。まったく逃げ足の速い泥棒だった、誰もいない。どうなっちゃったんだろう。まさかみんな死んじゃったんじゃ。そんなバカな、偶然留守だっただけさ。いきなり飛び込めばきっと誰かいる。らしいよ。いや、偶然は重なるものだな。誰か来たみたいだけど、インターフォン直しておかなきゃダメね。こんにちは、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 こんにちは。ここも留守。誰じゃ、ゆっくりトイレにも入っておれん。犬もいない。魚すらいない。のび太くん、そろそろ孤独の恐ろしさが分かったかな。そうだね、一緒にいるって幸せなのにね。この世に僕一人ぼっち。いやいや、こんなこといつまでも続くわけがないよ。もうすぐ夕飯だ。パパもママも帰ってくる。うちに帰ればきっといる。いない。食事の支度だけが。どこ行っちゃったんだよ、ドラえもん。一人で食べても美味しくないや。永久に僕は一人ぼっちなのかな。いいじゃないか、誰からもああだこうだうるさいことを言われないんだ。のび太くん、のび太くん、あらあら、泣き寝入りしたか。安心しな、効き目はもう切れてるよ。びっくりしたわ、突然映画に誘うなんて。たまには二人だけの夜もいいじゃないか。ただいま。なのに、なんでのび太は学校へ行ったんだ。ねえ、ドラえもん出てきてよ。
ああ、俺様のステージ衣装を洗濯して干してたらいつの間にか破られちまってさ。私もピーちゃんのカゴが誰かに落とされちゃったの。僕んちもリビングに置いてあった高級どら焼きが食べられちゃって。ひどいな。一体誰の仕業だ。見つけたらメタメタのギタギタにしてやる。待てよ、どら焼きといえば。え、ひょっとしてドラえもんを疑ってるの。どら焼きといえばドラえもんだろ。ドラちゃんがそんなひどいことするわけないわ。そうだよ。だったら証拠を見せてみろ。証拠って言っても。空見ろ、やっぱりドラえもんが犯人だ。違うってば。だったら僕が本当の犯人を見つけるよ。だからそれまで待って。絶対だな。もし犯人が見つからなかったらその時は。わかったよ。まったく、ドラえもんを疑うなんてジャイアンもスネ夫もひどいや。ドラえもんはああ見えてしっかり者で面倒見もよくて立派なロボットなんだぞ。で、あれだ、食べ頃だな。はい、これをももちゃんと一緒に食べて。楽しみだな。何が楽しみなの。わ、あの、いやいや、そのん何これ。ん？おお！はあ！ん？うおー！プラス 8%！ それは裏山の景色だよ。この道具で植物の中に入ることができるんだ。植物の中に？うん！植物の葉っぱには視覚が備わっているって研究があるんだ。他にも植物に音楽を聴かせるとよく育つっていう説もある。へえ。この道具を使うとそんな植物の感覚を体験することができるんだ。小さな生き物や自然現象を観察するために作られたのさ。そうなんだ。あ、キイチゴだ。あれ、でも手に取ることはできない。なんだ。ねえドラえもん、これってどんな植物にも入れるの？入りたい植物の葉っぱをつければね。例えば、うわ、これってうちの庭。そう、庭の木の中に入ったんだ。すごいすごい。面白い。あ、猫。あ、ちょっと。あ、ももちゃん、いけなちゃん。ももちゃん、一緒にキイチゴ食べに行く約束してるんだ。行ってらっしゃい。へえ、他にはどんな植物に入れるのかな。ここはどこだろう。うわー、赤や黄色に染まってる。綺麗だな。よし、他にも試してみよう。え、ジャングル？うわー、ヘラクレスオオカブトだ。面白い面白い。じゃあ次は？なんだろうこれ。海の中。場所が見られるんだな。そうだ、これを使えばドラえもんの疑いを晴らせるぞ。まずは手がかり集めだ。
犯人は現場にもう一度現れるという。この葉っぱ探偵のび太が手がかりを使って犯人を見つけてやる。まずはジャイアンの家からだ。さあ来い犯人め。ねね、キイチゴきっと美味しいよ。ん？ドラえもん？赤くて小さな実がたくさん。ともう浮かれちゃって。でももし物干しにぶつかってたら。おどど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 どあー、やっちゃった。いや、そんなこと。ドラえもんが犯人のはずがない。次はスネ夫の家だ。あれ、ドラえもんの声？ここからじゃ見えないな。よし。スネ夫の飼い猫のチルチル？チェ、プレゼントなんてあげちゃって。スネ夫の家は猫までキザなんだから。あ、待ってて。ドラえもんどこへ行ったんだ？ん？何の音？ドラえもん？バーッ！あとで返すから！まったく、ドラえもんってば勝手に魚を持ち出すなんて。ん？勝手に？いや、そんなこと絶対あるわけない。泥棒なんかしないよね。ごめんください。こんにちは。いつもお綺麗ですね。お上手ね。のび太なら上にいますよ。お邪魔します。もうすぐ着くからね。のんきだな。みんなに疑われてるとも知らずに。いやいや、あ、こんなトゲが刺さっちゃったらもう大変だ。はい、どうぞ。え？ねえ、へえへえへえ、あ、まあまあまあ、待ってるな。そんな、嘘だ。犯人はドラえもん。やっぱりそうか。みんなどうして？のび太、時間切れだ。今ドラえもんが犯人だって言ったよな。まだ決まったわけじゃないよ。犯人をかばう気か。お上際が悪いぞ。覚悟しろ、のび太。どうして僕が？ドラえもんがやったのならのび太にも責任がある。そんな。何かしら。あら、私の家だわ。チルチル。あ、やめて。どうしたの、しずかちゃん。やめて。こいつは。スネ夫さん、どういうこと？どういうことでしょう。あ、ひょっとして。オレんちじゃねえか。やっぱり。こいつ。チルチル、あなた、最高級の鰹節を持っていたざましょ。この間の最高級どら焼きもあなたざますね。仕方のないござます。おい、スネ夫。スネ夫さん、ステージ衣装の敵だ。あー、ごめん。待ち合え。もう、スネ夫さん。よかった、ドラえもんの疑いが晴れて。キイチゴも美味しかったし、ももちゃんも喜んでくれたし、今日は最高な一日だったな。珍しいね、のび太くんが木に水をあげるなんて。
植物は大事にしないとね。事件解決のお礼だよ。事件？お礼？のび太が2人。自分が2人いると便利なんだ。1つのことが2倍早く進むよ。でもこののび太さんは本物？あれ？どっちだっけ？わからないの？